アベノミクスがピンチですこれまでアベノミクスの原動力となってきたのは経済界の賃上げです2014年15年そして今年も3年続けて2%台の賃上げとなっていましたしかし企業側は来年の賃上げには後ろ向きですそこで安倍総理大臣は今日経済界に直談判します中継です、はい 賃金が上がらないその影響によるピンチを一番に感じている安倍総理だからこそ来月経団連が指針を固めるその前に先手を打つ狙いがあります政府はアベノミクスで企業収益の上昇から始まり賃上げ消費の拡大へとつながっていく経済の好循環を描こうとしています賃上げが期待に及ばなければ消費が冷え込み景気が停滞つまりアベノミクスの原則は避けられません しかし来年の春闘では業績が伸び悩む中トランプショックでこれからの経済状況が不透明とあって企業は賃上げに慎重ですそこで経団連や連合の会長らが勢ぞろいするきょう夕方の働き方実現会議で安倍総理が賃上げを要請しますアベノミクスを支えるため少なくとも前年並みの水準を求める見通しです政府高官は経団連の決断を後押しするには何かインセンティブをつけるしかないと言います 今後、税制措置などをちらつかせながら何としても4年連続の賃上げを実現させたい考えです。